ケア協のレッツ解除。本日は小柄な利用者さんの床から車椅子への移乗です。今回もケア協のメンバーのつもりさんに教えてもらいましょう。今日のテーマは延廃。延廃についておさらいしたいと思います。延廃とは胸椎が前に倒れることで背中が丸くなり前傾姿勢になっている状態のことです。視界を保つために顔を上げるため顎が突き出てしまいます。もともと人間の胸椎は前に倒れており、緩やかな S 字カーブを描いた形で体のバランスを保っています。そのため胸椎は前に倒れやすく後ろに倒れにくい性質があります。で、様々な要因によって延廃になりやすいです。延廃の方は褥瘡を起こしていることが多いとよく聞きますね。延廃の方は自由に体を動かすのが難しいので血行が滞りやすく褥瘡を起こすリスクが高くなります。褥瘡を起こしやすい理由としては次の通りです。自分で寝返りを打つのが難しいので長時間同じ姿勢を取り続けるため。2つ目が丸まった背骨が突き出ていて座位や仰外で体重による圧がその部分にかかりやすいため。3つ目正しい姿勢を取るのが難しいため座位では仙骨座りになって尾骨に圧がかかりやすいためというところで出っ張っている背骨とかにですね皮膚の発赤や褥瘡が起こりやすくなります。延廃の方の床から車椅子への解除ですがどんな注意点あるでしょうか。延廃の方は仰向けの姿勢を取るのが難しいです。通常の寝返りの解除の方法ではうまくいかないのでちょっとダメな例をやってみましょう。ではまず最初に、はい、延廃ではない通常の方の解除の時どうするか教えてください。はい、はい、通常の方ですねまず膝を立てます。でもう手はすでに組んでいただいてたんですが小さくしますね。で肩の下のところ手を入れさせていただいて一度上半身起こします。この姿勢ですね。でそこから膝を抱えて向きを変える、このような感じです。今回は通常の方の場合なんですが、はい、連敗の方の場合注意点としては無理に反対側へ体を向けようとすると背中がねじれたり連敗の部分まっすぐと伸ばされることで強い痛みが生じる可能性があります。ですので側外からベッド上で調剤を取ってもらって介護者の方要介助者の肩甲骨と膝の下に腕を差し入れて介助をしましょう。そしたらですね今度延廃の方の介助方法をやっていきます。でまず延廃の方この背中が丸くなっているので仰外ができない状態になってます。膝を本当はこう立てたいんですけどそれができないのでそれをせずにやっていきます。まずはもう膝今揃ってるんですけど揃ってない場合はこうちょっと揃えていただくとやりやすいかなと思います。あとは手をちっちゃくしてもらって肩の下に手を入れるのは一緒です。膝の下に手を入れながら起こすのと同時に体も回しちゃいます。 1,2,3 はい、こんな感じです。はい、そしたら、このままですね車椅子の方に移乗もしていきたいと思います。延廃だけどしっかり自分で立てるよっていう方になるので、まあ、膝はちょっとこう曲げといていただいて、これ今お部屋の設定なので靴履いてない状態になってるんですが靴履いた方がいいところは履いてください。下にグイッと引っ張りながら立っていただくっていうのをやりたいんですがちょっと手を引っ張るのが危ないよっていう方は肩甲骨のところですね持っていただいて下に引くイメージでやっていただけるといいと思います。立ちますね。 1,2,3 はい、で一回立っていただいたら車椅子を乗せて座っていただきます。そしたら、手を引っ張るパターンもちょっとやっておきたいなと思います。手引っ張ってこう抜けちゃったりとかする方は絶対にやめていただきたいんですが大丈夫な方はですね手を持っていただいて上に引っ張るのではなくて下ですね下にこう引きながら、立ってもらうというものになります。いきますよ。 1,2,3 よいしょ。で立っていただいたら肩のところを支えながら車椅子を近づけてお体の向きを変えて座っていただくっていう感じです。全体通して最後に注意点はありますか。延廃のご利用者様は小柄な方が多いので結構気軽に構えちゃいがちなんですけれども実はバランスを崩してぎっくり腰になるっていう人が多いのでそこは注意していただきたいと思います。本日は延廃の方を想定した床から車椅子への介助ご紹介をしました。ケア協ではこうした形でいろんな介助のやり方をご紹介していきますのでこんな介助方法も知りたいというものがございましたらぜひコメント欄までお寄せください。それではまた皆さん次の動画でさよなら。さよなら。